中できてないな。まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ。コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。今日は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんま、ターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のピュシカ、それとも敗北の不純物か。そう、全ては二つに一つ。仕掛けるよ、イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーゲーム、するりと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるために、ハメにどれくらいの代償がいる。手放したくないもんはどれ。より証拠なんだ。要は結果を出したもんが勝者だ。沈黙は金だ。血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして、慎重に流れを読み切れ。現状の勝利率何パーセントか。じわるのは現実なゲームセンス。理想の影防止は悪魔か。男ならば潔く実であるくらいの覚悟で挑む。震い立たせて斬新なファイティングスタイル、ギリギリを攻めろ。アテンション危ないぜ、限界超えて、最高のフェアリーテール歴史に刻め。感情の瞬間を見せつけるために、 I'm ready、 くぐもった迷いだとせ、バベルの階段を上がれ。頂上に刺す日の光を浴びる。